みなさんこんにちは、アソブームです。ベリーです。今日はこちらのファンルーム給湯アニマルセットで猫チャームブレスレットを作ってみたいと思います。必要な材料はこちらです。猫チャームが1個、白のシリコンバンドが16本、緑のシリコンバンドが12本、ピンクのシリコンバンドが12本、青のシリコンバンドが4本、それからボールビーズが6個、最後に留めるクリップが1個です。まずは準備として、こちらのボールビーズにこちらのピンクのシリコンバンドを通しましょう。透明の糸をピンクのシリコンバンドに通して端を揃えてビーズの穴の中に通します。これをくぐっと引っ張れば、はい、準備の完了です。6つすべてのビーズにシリコンバンドを通したら、早速かけ始めましょう。まずここから右斜め上にピンクのシリコンバンドをかけていきます。そしてこちらから上にピンクのシリコンバンドをこのようにかけていきます。その次にここからまた上にピンクのシリコンバンドをかけます。白のシリコンバンドをかけたこちらから緑のシリコンバンドを上にかけます。そして緑のシリコンバンドをかけたこちらから白のシリコンバンドをこのようにかけていきます。緑と白のゴムバンドを繰り返してここの部分までかけていきます。ここまでかけたら、今度は緑のゴムバンドを白の先ほどかけたところから右斜め上にかけていきます。ここまでこのようにゴムバンドがかけられたら、今度はこちら側から同じようにゴムバンドを上までかけていきます。まずは緑のゴムバンドをこちらから右上にかけます。続いて白のゴムバンドをこちらから上に、緑のゴムバンドをこちらから上にかけて、白緑白緑と交互にかけていきます。はい、ここまでかけ終わったら、今度は白のゴムバンドをこちらから左上にかけます。次は先ほどかけたこちらの部分からピンクのシリコンバンドを上にかけて、さらにこちらからピンクのシリコンバンドをかけていきます。最後にかけたこちらの先頭部分にピンクのシリコンバンドを二重にかけます。はい、ここまでこんな風にかけ終わったら、今度は一番最初に用意しておいたピンクのビーズをかけていきます。まずピンクのビーズをこちら側とこちら側にこのようにかけていきます。その上にも同じようにかけます。またさらにその上にも同じようにかけていきます。こんな感じにかけられたら、今度はこことこことこことここ4つにまたがるように白のシリコンバンドをかけます。こんな風に白のシリコンバンドをかけたら、今度はその上に青のシリコンバンドをかけていきます。今度はこちらの4つに青のシリコンバンドと白のシリコンバンドをかけます。次にこちらの4つに白のシリコンバンドと青のシリコンバンドをかけたら、今度はその上、こちら側ですね、この4つに白のシリコンバンドと青のシリコンバンドをかけます。
こんな形でかけられたら、今度はこちらの3つにビーズを通したシリコンバンドをかけていきます。はい、こんな風にビーズのついたシリコンバンドもかけられたら、反対にして編んでいきましょう。一番下のピンクのバンド、こちらを内側から引いて上にかけていきます。その次も一番下のピンクのバンドを内側から引いて上にかけていきます。今度は下から2番目のこの白のバンドを内側から引っ掛けてこちら側にかけます。かけ終わったら、一番下のこの緑のゴムバンドをまた同じように内側から引いて上に、今度は白のゴムバンドを内側から引いて上にと、それをどん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 ここまで繰り返していきます。上まで繰り返したら、こちら側も内側から緑のゴムバンドを引っ張って右斜め上にかけます。かけ終わったら、今度はこちらに戻ってこの緑色のシリコンバンドを内側から引っ張ってこちらにかけて、今度は白色のシリコンバンドを内側から引っ張ってこちらにかける。それをどんどん上まで繰り返していきます。はい、こちら側もここまで繰り返したら、今度はここの一番下の白のシリコンバンドをまた内側から引っ掛けてすくってきて、こちらの左斜め上にかけます。そしたら、今度はここの一番下にあるピンクのシリコンバンドを内側から引っ掛けてこちら側にかけ、またそれを最後まで繰り返していきます。はい、ここまで編んだら編み方が完了しました。このように端っこにクリップをつけたら外していきましょう。はい、出来上がったブレスレットの端っこを持ちながら、この猫チャームを通していきます。ビーズの部分が猫チャームの端に来るように通したら、はい、猫チャームブレスレットの完成です。猫とビーズがとってもキュートだね。とってもおしゃれな編み方で仕上がってるね。いろんな色のシリコンバンドを使って、みんなオリジナルの猫ちゃんのブレスレットを作ってみてね。それでは今日はこの辺で、さようならー。